県東部の活性化を提言するサンフロント21懇話会が沼津市で開かれ、コロナ時代の伊豆観光をテーマにした講演がありました。沼津市で行われたサンフロント21懇話会伊豆文化会は、新型コロナウイルス感染防止のためオンライン配信形式で行われました。昨日はコロナ時代の伊豆観光を考えるをテーマに、地域エコノミストの茂谷幸介さんが講師に招かれました。伊豆観光が伸び悩む原因は道が良くなりすぎたことなんです。茂谷さんは伊豆地域の交通網が良くなり、日帰り客が増えたと指摘した上で、今後は観光客が減っても客単価を上げる方法を模索していくべきだと提案しました。